ダッシュでございます。武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、本格的に冬季練習入ってきたというところでやっていきたいと思います。頑張ってください、今日も。ユースキさんのフルマラソンをみんなにフォーカスして見てもらってると思うんですけど、僕も来年度に向けてできるだけ高い目標を持ってやっていきたいと思ってるんで、その中でいろいろできる準備を今から始めていこうかなというところなんですけれども、以前の動画で25×4本をみんなで見てもらったと思うんですけれども、見てない方はぜひ見てほしいんですが、草野さんとこういろいろ話してて、2週間に1回くらいですか、草野さんレベルに聞いたら、あのレベルの質量のものを1週間に1回やってるらしいのよ。なるほど。いや、その他にももっときついことやってんだよ。その他にもきついことやってんだけど、マジできついのよ、あれ。動画で伝わんないんだけど、マジできつくて、あれを週1やってんのか。じゃあ俺もやろうと。そうだね。なんですけれども、今日は25、4本ではなくて、やり方を変えて、4、3、2、1やっていきたいなと思います。で、設定タイムが60秒、45秒、28秒、13秒。全部切る、切ります。はい。で、本当はアクセルのトップの人たちは、これをウォークバックでやってるっぽいので、僕は1ヶ月後ぐらいにはウォークバックにしたいな。今日はちょっと触りなので、最初は5分レースぐらい取っていいんじゃないというお話をいただいたので、5分レース取って、ちょっとどんなもんか。まあ、なので、気持ち的にはちょっとホップぐらいで、はいはいはい、終わりたいところであるんですけど、ちょっと2、5、4本やって、自分の中でも自信ついてきてるもの、いろいろあるんで。そうだね、基礎体力かなり上がってるよね。雨は降ってるんですけど、今日もケンチャン連の参加させていただいて、周平もよかったら走っていいよって言われて、うん、皆さんとはメニューは違いますけれども、競技場貸し切りっていう、すごいやりがたい環境だったら、今日もやらせてもらえるので、雨とは言いつつ、甘いことは言えないなと思います。しっかり設定を守っていきたいなと思います。ちなみに、周平からしたら苦手な練習というか、周平が一番嫌いな練習じゃないですか。だからその今言った周平のタイムが周平のレベルで設定されてるとは思うんですけども、これアクセルのトップ選手とか日本の短距離のトップ選手とかはどんぐらいでやるとかって分かるんですか。はい、タイムは結構こんぐらいが多くて、でも何がすごいってあのレストが短くなるの。なるほど。そこで調整していくかな。今日やってこれからまた本数とかレストっていうのを調整していくのっていうところであるんで、ちょっとまず一回試しみたいな感じで今日それでやっていきましょう。ダッシュでいこうぜ。はい、ということでね、だいぶ体も温まってきたんですけれども、天が味方をしてくれました。雨止んだ。助かるな、マジで。また新たにっていうか、前も行った記憶あるんですけど、ちょっと待ってよ。5280ちゃん、今履いてアップしてるんだけど、雨がやばいわけよ。もうね、1ミリも滑んない。すげえ。マジでね、シューズ史上一番滑んないですね、これ。このお仕事させてもらってて、いろんなシューズ履いてきましたけど、こんなにグリップ効くシューズないな。めちゃくちゃいい。まあ、要するにグリップできるってことは、スピードも生まれるってわけよ。単純にね。これマジでありがたいっていうのをアップしてて気づいた。すごいマジで、あと流し1本して早速やっていきたいと思います。流しにキレが出てきたよね。もっさり感が全くないというか、トップアスリートの流しを見てる気分ですね。三塚さんじゃないですか。はい、頑張ります。任せてください。TSNA が得意なので。ありがとうございます。TKD と三塚が一緒に走れるってなんか新鮮。マジで一歩ましたことない。一歩は多分始まります。はい、一歩あります。じゃあすいません、よろしくお願いします。この二人すごいレアだな。様式的にちょっと激アツな絵をお届けしたいので、手ぶれしないようにしっかり収めていきたいと思います。さあどんぐらいなんでしょうか。三塚に関してはな、かっこいいし足速いからな、嫉妬しちゃうんだよ。足の回転綺麗だな。周平もね、足の回転最近はめちゃめちゃ綺麗な方なんと思うんですけど、やっぱりミツカとなるとミツカのなんか足の軌道の綺麗さが際立つな。でも武田もすごいいい動きでリズムよくしてます。さあ59秒、じゃあ5分レストで。ピンが外れてましたね。あ、やっぱり、はい、俺目に当たったんだよね。あ、本当ですか。すいません。シブヘめっちゃ切れてる。300取れなくて申し訳ない。やったわ、めちゃめちゃ切れてる。相当ね、あのレストもタイトにやってたんで結構
あんまり見たことない TKD になってます。もうめちゃめちゃピリついてます。もうそんぐらい真剣に彼やってるんで、ちょっと反省しなきゃいけないな。300の映像がちょっと撮れなくてごめんって言ってもちょっと無視されちゃいました。心臓バクバクしてる。うわぁ、へこむな。本人がね、やっぱ頑張ってるのをね、まあ、僕が届けるっていう今日は仕事側なので、まあ、昨日彼もね、本当に5時起きとかでそういうのをね、しっかりやっててくれてたんで、それが今日やっぱ俺ができてないってなると申し訳ないし、ちょっと泣きたくなると。いや、ほんとごめんなさい。300の映像届けられなかった。ほんとごめんなさい、マジで。うわぁ、とりあえず200はしっかり撮っていきたいと思います。いや、なるね。ちょっとカメラの設定しててちょっと最初乱れちゃったんだけど、自分が思った以上に出してる。結局ゴールタイムは43秒1だったのでペースより速くなっちゃったね。きちい。ここでラストしっかりこの228秒で抑えて、ラストの100しっかり自分の持ってるスピード出していきたいと思います。はーい、228秒ですね。きついか。これできんだよな。ダッシュで行こうぜ。きつい、めっちゃきつい。今200終わりました。タイムは26秒差。見つかめっちゃ早い。でも正直28出してる感じあるなと思って、もう体がきつかったんでガウシャについていくだけだなと思って、それで26だったんで、彼のペースメイクがあれとか特にないです。早分にはいいからね。で、次ちゃんと100こなしきるように頑張ります。ラスト行きましょう。次が100ですね。まあ5分リカバリー、あんまりね休憩がないから、さっきのこともあるし、休憩中はまあ休ませてあげようかなと思って、今は声かけないでいます。100しっかり走ってもらって、まあ、あのエンディングで感想を本人からもらうと思うんで、なんだ、次元爆弾、本人から感想をもらった後にちょっと謝りたいと思います。お願いします。ダッシュで行こうぜ。いや、25の時は全然楽だな。今終わってもうすぐ経ったんですけど全然話せます。いや、でもね、200終わってから完全に鉄割れした。いや、でも本当はラストの100はミスカ君がいい感じに煽ってくれて、ちょっと今日設定タイム上がっちゃったんで、もうちょっと落として、そしてレスト時間を短くして1セットこなしていけるようにしたいと思います。またラストエンディング3人で集まってくれたいと思います。感想で周平が練習終わったんですけど、まあちょっとエンディングね一人で撮ってたんで、まああのエンディング、その2人でこうやって動画撮ってて、まあそのエンディングを彼が一人で撮ってるってことは、まあそんぐらい真剣に、まあレストとかやってたのかなと思うので、まあちゃんと謝っていきたいと思います。あと皆さんにも300の絵をこう届けられなくて申し訳ないなみたいな感じですね。見てきます。なんか練習したやつがこう動画にしたときに、シュウさん、あのその300ちょっと撮れなくてちょっと申し訳なかった。ちょっとあのシュウが真剣だったのに。大丈夫です。あのなんていうかな、やっぱり単純に、まあ、もちろん頑張ってるのもあるんだけど、こんな重い練習にする気もなかったんだけど、だから俺もちゃんとこなさなきゃっていう思いがすごい先行して、うん、ベスト時間を
前草野さんと250やった時にバッチバチに固めちゃってんの。だからもうアクセルの練習は絶対そうなんだけど、うん、やっぱそういうとこがちょっと1人とか YOSHIKI さんと2人になると、うん、ちょっとなーなーやったなっていう部分があって、だから多分今も YOSHIKI さんの機材ミスがあった時も、うん、あいよ1、2分伸ばそうみたいな、うん、いう感じで やってたんだ多分ね今までは、うん、だから YOSHIKI さんも多分自分の中で大丈夫でしょみたいな思いもあったと思うから、なんかそこはちょっと俺伝えるの遅かったなと。こういうあの俺の中でのポイント、うん、みたいな多分これから週1で全部映像に収められるか分かんないんだけど、うん、あると思うから、その時は絶対もうこれからはレスト時間、うん、絶対守って、うん、映像に収めていけたらいいなって思ってます。はい、いや本当ごめんなさい。あ、大丈夫です、うん、俺今日10秒なら出してないけどなんで泣いてんのミス並みではあんねん。いやマジでごめん。いや大丈夫です。いやでもそんぐらいなんかユシさんもこの俺が本気やってるっていうのを思って多分そういう感情になってくれてると思うんで、うん、ミスはミスだけどそこはそこで僕的には嬉しいんで、また次ミスしても全然僕いいんで、ただまあ一生懸命やってるっていうのをみんな座ってくれればいいかなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。大丈夫です。はいこれなんか最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。